久保さんアフリエートにしましょうか、今回。アフリエート。まあ、ネットのいいところって、アフリエートができることなんですよ。まあ、僕の場合はアフリエートというか、まあ商品、ジョイントで売ることがほとんどなんですけど、まあ FX やってなくてもね、この前ね、100万ぐらい売り上げ作りましたけど、FX 全くやってないですよ、僕。<laughs> FX 全くやってないけど100万売り上げ作れるっていう、どういうことやねんって話なんですけど。だからまあなんだろうな、まあ情報発信がやっぱ最強なんじゃないですかね。 なんで、いろんな商品紹介できるわけじゃないですか。で、僕は、その、なんだろうな、一人でやってるので、どういうふうに、じゃあそれを意識してやってるのかっていうと、僕に信用をつけるってことですね。僕自身に。吉谷さんが言うんだったらやってみようかなっていうふうにやるってことですね。だから、この商品に信用ではなく、僕自身に信用をつけていく。で、そうすることによって、吉谷さんが紹介するものだったら、まあいいんじゃないかなっていうところで、なんだ、あ買っていただける方がいると。 うん、まあ、マトリックスアフリエートがその例でしょうね。久保さんね、また来るだろうから、先に言っときますよ。<laughs> まあでもね、最近は本当にその企業間のお付き合いっていうのは全く会社間のお付き合いっていうのはないので、まあ、ジョイントする相手っていうのが、ほぼ9割熟成さんで、1割は昔からのお付き合いが本当にある人しかやらないです。 でこの前、中村さんっていう方とジョイントして売りましたけど、まあね、久保さんもね、中村さんと一緒になんかやったりとか、セミナー一緒にやったりとかしてたと思いますけど、なんかそのもう、昔からの人か、熟成さんしかないです。だから、企業のお付き合いでなんかやるってことはまずないですね。だからマトリックスの場合は、その企業のお付き合いでね、まあちょっとやりましたけど、だからね、やっぱね、自分で、ね、情報発信の力を、まあ、パワーをつけると、一人で稼ぐっていうところをつけると、要はね、その、それも選べるんですよね。 選べるしお付き合いないなので <laughs> だからね人との関わりも自分で選べるっていう、うん、例えばその A 社と B 社があってこの昔からお付き合いがありましたでも、まあ、そこの担当になりましたで、まあ、こっちの会社との担当の人とあんま馬が合わない馬がその担当 B 社の自分は A 社で B 社の担当と馬が合わないだけど取引所会社の建前所 なんか、やり取りしないといけないじゃないですか。これが、なんか、大人の事情みたいな、あるじゃないですか。だから、そういうのを、もう、全く排除するためには、やっぱ自分で発信力をつける。自分のパワーをつけるっていうのが、まあ、間違いながら、だから、攻めは最大の防御ですよね。攻めは最大の防御。うん。だから、発信力がつけば、あそれも選べるし、うん。まあ、それはちょっと、僕は、やらないですとかね。 うん、だからす、まあ、攻めは最大の防御かなと思いますね。うん。だアフリエートっていうね、素晴らしい、まあ、僕はジョイントですけど、例えば A8 とか、まあい、まあ、情報系だったら、インフォトップ、インフォカードとかもあるありますけども、別にそのアフリエートリンクあれば、アフリエートできるわけじゃないですか。じゃあ、それ全部の商品買ってなくても別にアフリエートできるし、うん。 だからそのアフリエとその商品を紹介してる人たちが全員その商品を買って全員使い込んで全員やってるかっていうのは全員ではないです全員ではないんですようんだそ,それでも売れるわけですよねだからそのその人が使ってる使ってないはぶっちゃけぶっちゃけですよぶっちゃけ言うとその使った人が結局満足するかどうかの話なんでじゃ仮にね僕はめっちゃ満足例えばなんだ まあこのマイクめっちゃ、めっちゃいいですよって言ったとしても、B さんにとっては、いや、そんなマイクいらねえし、みたいな。久保さんにとっては、いやー、まあ、吉田さん、いいと思うんですけど、僕に必要ないですね、みたいな。だから結局、アフリエイトって、その人が必要なのか、その人が満足するのか、だけなんですよ。自分が使ってようが使ってまいが。え、そうじゃないですか。だって、その人がアフリエイトリンクで買うわけじゃないですか。じゃあ、その人が満足すればいい。 え、価値を感じればいいわけじゃないですか。じゃあこれね、このマイク僕めっちゃいいと思うんですよね。でも久保さんに多分これを売ることは難しいと思います。久保さんはマイク何でもいいと思ってると思うんで。久保さんそう、そうじゃないですか。マイクどうでもいいですよね、多分ね。久保さんの中でなんかめっちゃマイク3万とか5万とか、マイクどれにしようかなって多分、悩んでんだったらもう多分買ってると思いますし、多分そんな関係なくやってるじゃないですか。だから久保さんにとってはこれ必要ないですよね。僕にとってはこれめちゃめちゃいいんですよ。 なんか使ってようが使ってないが関係なくないですから。そからその人が使うわけなんで。使うか使わないか。欲しいか欲しくないかなんで。だここが本質だと思います。だけど結構その、なんかアフリエイトするときに自分がやってないとダメなんじゃないかとかね。なんかそう思ってる人がいると思うんですけど、結局その人が使ってよかったらそれでいいわけで。そうじゃないですか。だって自分が使うわけじゃないんだから。うん。で、大事なのは、 あ自分でその発信力をつけてやっぱその選べるっていうねこの選べるっていうのが結構大事ですね大人のお付き合いをせずに済むっていうこれがねやっぱ鹿児島に行って思ったことですねほんと東京離れてよかったなと思うがそれですねうんはい、まあ、今本当に自由にやらせてもらってますいってらっしゃい